はい、どうもサジカップメックです。タイマーはガンを殺します T シャツ発売中です。よろしくお願いします。よっ、420バーツ。お、安い安い、とても安い。本日はですね、バンコクのスクンビット11にあるシャカリキシメズヒデブランチに来てます。ありがとうございます。本日のゲストヒデさんです。よろしくお願いします。シャカリキシメズのヒデと申します。タイに来て7年目。7年目。はい、格闘技と喋ること大好きです。よろしくお願いします。お願いします。格闘家なんですよね。格闘家なのどうなんですかね。プロになりましたもんね。まあそうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。まあでもプロっていうのが日本でプロライセンスっていうところなんですけど、うん、タイはプロ工業に出るか出ないかで、もう僕が出してもらったっていう感じですね。じゃあもうプロですね。あ、いや、格闘家になりたかったんですか。本当あ、でもなりたかったですね。最初は柔道。柔道スタートは。で柔道で、まあ、もう柔道で食っていくの無理っていう、こう、まあ、ちょっと柔道好きでそれもやってもいいかな、取るんかい、取るんかい、柔道諦めてからのこのチャンスだったんで僕は嬉しいですね。はい、柔道からの MMA。はい、そうですね。打撃の練習はなし。打撃練習は、まあ、こっち来てちょろちょろやっても明大で。はい。秋山道場とあと YS キック場。あ、キックも。はい、YS ちょっと明大行きました。このねお店を経営しながらね。格闘家になっちゃった。格闘家になっちゃった。ありがとうございます。ひでちゃん、ご本人からこの前の試合のね、はい、いいですね。解説をしてもらおうかと、はい、今日は。だからこれちゃんとしっかりしてきました。ずるずるずる抜けかけずる、やば。めっちゃ本気やってないみたいな。シロニー結婚おめでとう。ありがとうございます。そうですね。今からこれからシロニーの結婚パーティー行ってきます。すごい情報の詰まった動画になりますね。はい、じゃあ早速試合見ますか。試合の前の。ね、ちょっとあれから練習の風景から。はい、じゃあ VTR 回転。いや、回転って書いてこうやってやるんですね。はい、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 これは よいつもやってるんですか、駐車場ランニングは。これは初めてです。試合前の追い込みですね。仕上げ、追い込み、はい、カーディオって言うんですけど、多分心肺機能を高めるために。カメラアングル完璧やね。最近の格闘家は、いやもうリングで走らんから走らんでやる人もいるんですよ。ガッツリ走らんで。ダルビッシュも来たわ。短距離だけ走るやつ、うん、まあ、やるみたいですけど、でももう5キロ5キロ走らんの。今までの常識だとやっぱ走ることが大事だ。なんか根性論みたいなとこありますもんね、うん、走れる、まあ根性は尽くすけどね。まあ、僕もこの練習めっちゃ辛くて、まあ、ここまでマジやったんですけど、この1週間くらいほんまにやめたくて練習スライドとかあって、ここでっていうのはありますね。こう気持ち的にタフになるのもあるかなと思って。折れなくなるしね。そうですね、そうですね。しごかれます。彼は31歳でしごかることないですね。はい、今度ワンチャンメジムのファイターで。彼はムエタイ、ベースは MMA です。総合あと総合若いんですけど、あの教えることに熱あるし、僕の中で一番いい先生ですね、うん、タイでは。熱意感じた。多少口調が悪かったりするんですけど、間違いなく一番いい先生のところでやれてるから、まあ、僕モチベーションが高く頑張ってる感じです。 It's crazy lucky. Crazy. Sorry, sorry.But come here, come here, come here. But this one, number one. それ何やねん。いやいや、我慢我慢。いやいやいや。何だ、それ試合いつでしたっけ、試合は。試合は8月31日ですね。8.31。はい。あ、それ。インソニティで。ニクさん、ニクさん、インソニティ、お、マイキャス、インソニティ、インソニティ、ちゃめ。インソニティで。ただこれがタイらしくて時間とか何も出てないんですけど、まだまだこれから多分17時ぐらいから試合の20時までの試合に
まあ僕はどこ出てるかわかんないですけど、多分ヘビー級の相手がね、多分チャンピオンがなんか多分ね、何回か勝ってる人なんですよ。おお、じゃあ強いんだ。だから多分そういう扱いになると思います。ありがとうございます。ジボ11 tomorrow。すごいね、出てきたね。ありがとうございます。すごいね。すごいよ。おはようございます。おはようございます。フルメタルドールズのバンテージ、いいね。テーピングも試合直前、ツイッターの皆さんに何かお願いします。はい、ツイッターの皆さんに人生変えていきます。よろしくお願いします。おいーいいね。時も我々ツイッター派ツイッター派でしょ。マジでツイッター派ですね。ツイッターおもろい。これね、ちょっと過激で、4点ポジションからのサッカーボールキックもいけるんですよ。マジで。肘もありで、けど顔面へのスタンピングだけなしです。ほぼありじゃん。ほぼありです。僕の知り合いですよ。はい。めちゃめちゃ新鮮で、こう観客の声がね、入ってんのがいいですね。臨場感がね、いいですね。カモンビッグボーイアゲン来た。マガノブリー大丈夫。レフェリーじゃない。やられるよね、俺綺麗に、これ聞きましたね。あ、そう。あれ一発。覚えてんだ、やっぱり。初めて、足動き効かんっていうの覚えてますね。あっかり大丈夫、一瞬だけ。かすったとこスリップかもしれないですね。けど僕のパンチ当たるんやと僕自信ついたんで良かった。そこ前出れるようになりましたね。観客の熱がすごい、ありがたい。社長ありがとう。そうなんだ、これも前でバテて笑ってて、まあもうすでに、でもまあここで焦ってやっても負けるんで、まあ一点
僕落ち着こうみたいな、こうついてましたね。今のところ負けてるの分かってたんで、でもこの展開も結構好きで、こうスクランブルってこうぐちゃぐちゃってなったら多分僕の方が強いんですよね。ベースが柔道あるんで、こうなったらあ、僕バテてたのもありましたし、結構ね、こういうの当たらないもんなんですよね。このサッカーボール結構顔蹴ったら思ってたんですけど、結構当たらんもんで、この膝蹴りもね、当たったら結構頑丈ですよ、こいつ。タフなんですよ。俺この時、俺膝当たったよなってずっと思ってて、あれと思って、ポジションも僕すごい得意なんで、まず落ち着いてからやろうと。まだ5分ですし、3ラウンドあるんで、これになります。この声聞こえてて、肘落とせとか、腕いけとか、もう腕取って、もうみんな俺言うてて、腕いって、腕俺とかもうめっちゃ言うてて、ニクさんです。よう分からんモチベーションだと思って、酒飲んだらちょっと酔ったちょっと酔っちゃう。これですね、これもうだいぶこれでほんまは顔側じゃなくてお腹側に決める方が決まるんですよ。それは僕焦ってもって、けど俺めちゃめちゃ肘バリ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 言ってたんですよ。そうなんですよ、俺これ折れるでよ思って。あら、行ってまい行ってまい。そう、やっぱちょっと遠慮しますね。いつしも止めてもらうことがゴールはなんか止めへんかな。ごめんね、遅かったよね。そうですね、もう打撃いった方がいいかなと思ったら、だいぶねじれてましたよ、これ肘。けど、なんかこのままやって決まりそうにないなので、ちょっとお腹とか叩いて削っていこうという作戦はちょっと取りましたね。これで10秒になったんで、まあ、マウント取って、ちょっとオフェンスアピールしようと思って。まだ今10秒と、そう、カンカンカンは食ってました。あれ俺勝ったってここになったんですけど、ちゃんと勝乗られるとすごい危ないんで、ちょっと焦ったんですけど、前で何もしてこなかったんで、また上げて体入れ替えれたんで、なんなくって感じですね。はい、相手がもうちょっと勝負感あったら危なかったですね。僕は失敗ですね。でもこのままやったらラッチ開かへんなと思って、あ、これどう動きつけようかなと思って、もう一回投げてもさっき失敗したし怖いなと思ってて、膝蹴りで削っていくかって感じになってきたところ、腕すくったんですよ。いいよね、はい。
シーズン、この肘、まあまあもっとフルスイングするのはあかんかったですけど、だいぶいってましたけどね、見えてないですけど、すいません、だいぶいってます。もっと鼻とか狙ってタップさせるようなほっぺたにガツ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 、もう無理ですよね、もうね、もう相手これでもう膝行こうってなりましたね。腕が失敗したんで、膝の感覚すごくてめっちゃ当たってる感じしたんで、すぐ心配見てますんで、あんま良くないですけど、いや心配しちゃうね、心配しちゃうっすね。だけど、ファンで上げてくれましたけど、37回ぐらい勝ってましたから。これ早く止めてよ。これが一番嬉しかったです。この時めちゃくちゃ嬉しかったです。こんなにあの人の感情ってこうするんやぐらい、この時ちょっと情緒不安定ですけど、涙出そうやったし嬉しかったし、はい、すごかったっすね。でこの時に覚えてるのが、僕日本人で藤沢さんっていうチームでいるんですけど、やったり秀君で一番初めてくるんですよ。もうそれだけをもうめちゃくちゃ覚えてますね。もうめった切った実感したその瞬間ですね。2点目未定なんですけど、年末に
オーストラリアであるかもしれない。オーストラリアで、はい、今の見てるんですけど、アウェイですね。アウェイですね。なんかオーストラリア戦目からすでにアウェイ、はい、オーストラリアの思考とやるんですよ。絶対めちゃくちゃ強いな。絶対だったら美味しいな、ね、あ、そう出るね、かけにそうじゃない、かけにおー、だからこの時も誰か言われたんですけど、あんなでかいやつ勝てんのって言われたんですけど、まあ、僕同じ階級なんで、あれに勝つ気ないんやったら勝つやってる意味ないんですよ。おー、かっこいい。でかく、まあ、そうじゃなかったらやる意味ないし、同じ階級だとやらないっていう選択肢は、うん、もしね、あのミルククロコップでやるからでも絶対やりますし、やる絶対やられるけど、ライジンとかでやれたら絶対もう出ますよ。あ、そう絶対出ますよね。ライジンの人お願いしますここはですね、しゃがり清水のそういうスクミと11の7ブランチっていうんですけど、うん、ここだけ特別の僕のようになりたいデブメニューがいっぱいあります。デブメニューをね、アレ丼、アレ丼、バンコクでデブの中で大人気アレ丼、アレ丼ね、はい、それが うちの推しですね。ヒデはじゃあ痩せる気ないの？ないです絞ろうとかでない。痩せる気はもうないです。まあ、健康的にいこうかなと思いますけど、うん、まず今は 強さを求めようかなと思って。炭水化物、炭水化物、いや、炭水化物、肉、マヨネーズみたいな太りたい人はスクミット11のしゃがりに来てください。あんまおらんやろ、ヒデ社長がいますんで。僕のしょうもない話と、あと格闘技好きな人全バンバン来てください。あ、そうね、格闘技トークしましょうよって誰も反応してないんで、おらんのかい言うてなってるんで。なんかテレビとか作ったら格闘技、そっちか、そっちしましょうか。毎日格闘技を流す、テレビつけちゃうか。ああだこうだ、うん、いいですね、うん、ヒデの試合とか流せばいいじゃん。恥ずかしいですね。このネックチャンネルも流してよ。再生回数めっちゃ稼ぐやん。いやいや